どうも、名義です。ですね、このチャンネルを、唐突でもないんですけど、節約チャンネルにしようと思います。ツイッターの方では、それらしいこともすでに言ってたっていうか、まあ、ツイートしてたりとか、まあ、いろいろ作ってたりとかしてました。で、まあ、サムネイルにちょっと文字一応は入れようかなと思うんですけど、まあ、簡単にね、10万円ぐらい。とりあえず、簡単なやつ。難しいことを言ってもできないと思うんですよね。だって、節約できてないから金ないでしょ。コストが削減できないから、何がコストか、ね、何が投資なのか消費なのか浪費なのかっていうことすら分かんないから、金がない。稼ぐっていうことは確かに重要なんですけど、稼ぐより、会社勤めだったらの話になりますけど、稼ぐよりコストを減らした方が明らかに早いし、簡単なんですよ。で、まあ、すごく初歩的なところから、今回はそれだけにします。で、2倍速とかで聞いた方がいいんじゃないかな。と思いますけどね。まず支払い自体、現金支払いをなくす、今キャッシュレスの流れとかじゃなくて、基本的に現金払いは何も生まないので、ただ払ってるだけっていうだけになるので、クレジットカードとか、まあ楽天エディでもいいですし、ペイペイでもいいですし、とにかく何かポイントがつくものにする。まあ、できれば、クレカの方が今、ポイントつくやつは多いかな、と思いますよね。楽天のポイントか、あ、違う。楽天のクレジットカードの年会費ないやつと、アマゾンのクレカのポイントつかない、あ、違う、ポイントがつくやつ。クレカの。で、その2つやれば、多分今だったら1万5000円ぐらい、1万5000ポイントぐらいつくので、それを、うまく使えばいいかなと思います。まずそれは、それで。浮いたお金は、まあ、自分の生産性であったり、スキルを上げるものであったりとか、まあ、応用いたしていこうと思いますけど、少額投資に、家庭内の少額投資、生活の質を、落とさずに、質を落とさずに、使うことによって、回していくと、支出が減っていくっていう。で、どんどん利益が、複利みたいに増えていくから、その分、ね、本一冊でも買えたりとか、っていう風に変わっていくっていうやつですね。で、次に、まあ、すごい基本的なやつですよ。基本料金をカットする。まあ、できれば、市ガスとかプロパンガスとかは、解約していいんじゃないかなと思いますね。で、IH 買って、で、もう風呂とかプロパンガスにしちゃうとか、で、簡単にオール電化ができるので、もうオール電化にしちゃうっていうのは、いいと思います。で、まあ、あとは、電気会社ですよね。私は北海道なんで、北海道だったら北電からループ電気に変える。今のところループ電気の方がいいと思いますね。ループ電気か、楽天エナジーでも、今なんか 15% の割引みたいなのがあるみたいですけど、グラフが見れないな、ちょっとコスト管理で、マイナスなんで、グラフが見れる。月間の使用量であったり、日の使用量であったりとか、料金とかパッて見れるので、前月比とか、前週比、前の週の比でマイナスになってる、プラスになってるっていうのが見れるんで、それは強いですよね。だから、割と、ループ電気の方がいいんじゃないかなと思いますね。で、まあ、皆さんやってると思いますけど、携帯を、大手キャリアから格安シムに変える。
これ結構大きいと思いますけど、これだけでもう年間10万円は削減できます、コスト。で、そのおすすめは自己投資に回した方がいいです。で、自己投資の、ちょっとうるさいかもしれないですけど、本がローコストハイリターンっていうのは間違いないんですけど、ローコストハイリターンでもそれをちゃんと学んで反映させる、リフラクションするっていうことをしないと意味ないです。で、あと、今使う技術に関した本の方がいいです。例えば弱いとこ、メンタルが弱いなとか、なんか落ち込んだ後、で落ち込んだ後にすぐ復活できなくて、動けないなといったらレジリエンス系の本を買った方がいいし、戻る力のレジリエンス。まあ、何でもかんでも自分を追い込みすぎるなっていうんだったら、それは違う。そういう人が例えば違う、なんだろうな、いっぱいあるよね。直感力の本とかさ、例えば大悟さんだったら、そういうのを読んでも意味がないんで、そういうんだったらセルフコンパッション系のやつを買った方がいいっていう。今の自分に必要なものは何なのかっていうのをしっかり分かって理解した上で、それを、まあ、正直、1万5000円とかあったら、10冊とか、ソフトカバーのやつも10冊とか買えるんで、それをうまく使うことですよね。で、年間今、私が言ったのは10万円削減できるよっていうのを言ったんで、じゃあ10万円分、今の自分に、例えば1ヶ月おきでもいいですよ。その時の自分に一番必要なもの、一番必要なものに集中して、それに合っている、自分に合っているもので、それを直したら、できればすぐ治るであろうもの、ちょっとでも学んだら、本当弱くて苦手だな、いやこれちょっと無理だわっていうところにピンポイントで合っている本を一つ一つ買っていくっていうのがいいと思う。多読はあまりおすすめはしないですね。いっぱい買った、持ってるで安心しちゃうんで、人間って。で、できるところから行く方がいいです。で、スモールゴールもありますけど、まあ、できれば分かりやすくて、これならできるなっていうのにお金を使うってことをすると、毎月毎月、投資の複利みたいに増えていくんで、そうすると、結局何にもやらないより、結局質は下がってないわけなんで、今の10万ぐらいだったら質は下がってないですよね。質を下げずにいっているっていうふうな、ずっとアウトプットとインプット、まあインプットのところですね、インプットしないでずっとこうビーって平行線とインプットし続けて、それを会社でアウトプットしていくとどんどん上がってくるんです。それは給与、まあ逆にめちゃめちゃすげえインプットして、すげえアウトプットして、効率のいいことをめちゃめちゃしてるし、なんか会社にすげえ貢献してリターンがめちゃめちゃ大きいとかっていうことをしているにもかかわらず、給与に反映しないような会社なんてやめてしまった方がいいです。逆にそこまでできるんだったら、まあ、自分で仕事した方が絶対に儲かるんで、そういうふうに私は考えてます。で、私は今、そうですね、こうやって家で小規模投資のやつを遊んでますけど、で、この後の流れとしてはどうするのかって言ったら、そうですね、前々からもツイッターとかでも書いてるんですけど、田舎に家を買おうと思ってるんで、田舎に家を買って、で、そこでまた畑耕して、で、今も畑耕してますけど、店をまたやってっていうような流れに持っていきますね。まあ、私ができるならあなた方もできるでしょうっていうのが私の、このチャンネルの、まあ、このチャンネルの私の理念というか、というものですね。だ、ね、もし今言った中は大したことは言ってないですけど、まだね、簡単なのだから、難しいことを言うと、無理だと思うんです。いきなり、
結構きついと思うんだよな。電化製品の型番全部調べて、消費電力調べて、月間のコスト調べてで、初期投資したらどれぐらい回収できるかとか、あの新しい製品が出るタイミングとか、あの実際そういうのを差し引いて出していくんで、小規模投資ってそのどこぐらいで良くなっていくかな。例えば LED 栽培だったら、5年前だったらダメです。今 LED 栽培私もやってるんですけど、あのワット数が合ってるか合ってないかで、生産コスト、その光の、ね、光量のところがどれぐらいなのかで、それに対してどれぐらい育つのか、で育成期間はどれぐらいなのかで、どういうものをやったら回収できるのかっていうのも計算した上でやるんです、小規模投資って。まあこれ会社の上と同じなんですけど、でそういうところをこうね、いきなりねいきなり言っても分かんないと思う。それよりはまずは本を読む、自分に一番合っている、さっきも言いましたけど、自分に一番合っている本を読んでいくっていうのがいい。あのよく、なんかオウムみたいに、なんか本はローコスト、ハイリターンでとってもいいですよとか言う人いっぱいいるんですけど、いやだから確かに本はローコスト、ハイリターンだよ、だけど使わない知識なんて無駄でしかないからっていうこともちゃんと伝えるべきだし、あのリファインしなきゃいけない、最適化しなきゃいけないよ。でトライアンドエラーのこともそうですけどね、学んでし やり続ければいいんだ、失敗してもいいんだ、違うからね、あの失敗から学んで最適化するっていうことをしなきゃいけないって、そこまで言わなきゃいけないんだけど、そういうことを言わないんだよな。なんだろうな、多分ね、薄い理解なんだよね。だからあ、よくないなと思って、あのちょっと補足ですけどちょっと言いました。あと1回目はこんな感じでちょっとね、脱線しつつ言ってるんで、まあ2倍速ぐらいで聞いてください、興味がある方は。では明治でした。次は何やろうかな。室内電球の話しましょうかね。室内意外と、あどうしようかな、電化製品ざっくりなやつ、ざっくりざっくりこう電化製品ここら辺はこうした方がいいよっていうのにしようかな、次回は。では、メールでした。あ、ご視聴。ここまでご視聴してるかな？ご視聴ありがとうございました。2倍速で、2倍速とか3倍速とかで聞いてください。あ、見れるのかな？YouTube は。